わかりますよ。でしかもみんな多分この表示で分かると思うけど、チャンネル持ってると自分のチャンネルじゃないとキラー発散すごくないですか。このプレッシャーからの解放っていう構成も何も考えない。そうなんですよ。ラクさんロジですよ。ラクさんのチャンネルネクステル雑っすよ。はい、昨日の撮影俺らしか分からないんだけど、昨日の撮影ラクさんが撮りたいって動画のタイトルが「マエツのコマと殴ってみた」と。マジで殴ってみた。マエツで固まってなんか夫婦の秘訣をヒカルとマエツに聞いてみた。秘密ね。ヒカルの家のスイッチ盗んでみた。やばない。やばい。それ本当にそれ撮ったの？ガチですよ。ガチで撮ったんですか？ガチでメインチャンネルで4本撮りました。でもやっぱ視聴者が求めてるんですよ。マエツの前にめっちゃ言うてもやっぱこんな感じの構えになってる。ヒカルさん、ヒカルさん、ヒカルさんじゃないそこはマエツさんの方、マエツさんの方、変態がおりますから。ガチだけありますか。でもそれはめっちゃいいっすけど、ね、でも細かいやつはめっちゃ重かったけどね。あれはもうあれやもう笑ってまうな。あんな正直もほんまに痛かったもん。いい大人がこう痛いね。細かく叩き合ってるからあれ結構痛いっすよね。はい、アホなんですよ。そうですね。だからラマさんって結構ビジネスっぽく見られがちですけど、でも本当に面白いの好きっすよね。本当に好きなのやってますよね。